秋の磐梯山磐梯山は、福島県山国稲城し町、磐梯町、北塩原村にまたがる山である。藍津盆地側からは、綺麗な三角の頂が見えることから藍津富士、あるいは民謡にあるように、藍津磐梯山とも呼ばれている。日本百名山に選定されており、福島県のシンボルの一つとされている。稲わ城湖の北にそびえる、活火山で、 標高は1904年に設置された三角点、バンダイの1818.61メートルを公式に用いていたが、同点が侵食されて消失したため2010年10月に同じ場所に新設して計測し直し、同年12月27日に1 8 1 6 2 9メートルに改められた。講義には、 手法の磐梯山の他に赤羽山と串が峰を含めて磐梯山ともする。磐梯高原を含めて磐梯旭日国立公園に属する。元は岩は市山と読み、天に架か,かる岩のはしごを意味する。古くは病能山とも呼ばれた。磐梯山の麓は南が表磐梯、北が裏磐梯と呼ばれる。 表バンダイから見る山体は整った形をしているように見えるが、裏バンダイから見ると一変して山体崩壊の後の荒々しい姿を見せる。2007年には日本の地質百選に選定された。また、2011年には日本ジオパークに認定された。現在も沼の平化構の加工内と1888年の河口壁と数カ所で小規模な雰囲気活動は、 継続している1888年の噴火から100年を経た1988年には多面的に精力的な噴火像の調査が行われ噴火直後の石や成形らの報告資料には記載されていない事実も明らかとなった過去の火山活動の様子は地層中に多くの痕跡が残されマグマ噴火は数万年前に停止し有史以降は 水蒸気噴火活動が行われている。森屋は、形成年代と構成物で4つに大別している。一方、千葉他によれば、過去の活動は6期に分けられるとしている。活動開始は明確ではないが西側に隣接する、猫間火山の活動停止後から約29万年前よりも、前の時期と考えられている。約29万年前頃には、 二回のスコリア噴火があった。約21万年前から20万年前には、スコリア噴火と軽石噴火があった。約16.5万年前から14.5万年前には、火山灰と軽石の噴火があった。約8万年前から6.5万年前には、サブプリニー式噴火とブルカの式噴火で、軽石噴火と三体崩壊があった。 崩壊の推定規模40から45、108、立方メートル。約5万年前から4万年前には、軽石噴火と、山体崩壊があり、繰り返し活動をしていた。9万年前頃の沖縄島火災流体石物と5万年前頃の等、無火災流体石物によって、それ以前の稲わしろ盆地の河川がせき止められて水位が、上がり小稲わしろ湖が出現した。 1888年の噴火、井上探偵の西木江、磐梯山噴火の図、郷田清氏による、磐梯山噴火の木版画噴火当時は、まだ現地で撮った写真をそのまま、新聞紙面に印刷することが難しかったため、報道の手段として、西木江や版画が用いられていた。1888年7月15日の、水蒸気爆発により、小磐梯が、 山体崩壊を起こし、発生した爆風と岩屑なだれにより、北陸の集落が埋没する被害を出し477人の死者を出した。なお、マグマ由来物質は検出されていないためマグマ水、蒸気噴火ではない。この噴火は明治になってからの近代日本発の大災害であり、大日本帝国政府が国を挙げて、調査、救済、復旧を実施した。 調査は、関谷整慶や菊池康氏らにより行われた。学術的調査としては、当時としては、珍しいアンケートの手法が取られており、かなり詳細な噴火の経過や被害状況、写真が収集され、論文としてまとめられている。後に、バンダイ型との噴火形式名称が残るほど、世界的に有名な噴火となった。復旧にあたっては、 義援金は3万8千円が集まり、復興を支えた。また、噴火前年の1887年に結成された、日本赤十字社発の災害救護活動となり、さらに赤十字活動における、世界初の平時救護ともなった。現在、五色沼近くに、平時災害救護発祥の地の記念碑が、混流されている。 この山体崩壊で生じた土地の多くは、当時の勧誘地であったため、民間の資金と労力を利用した、植林事業が行われ、デイ堆積地の7割を31年かけ緑化した。バンダイ山の南西六にあった、江日寺は北東にバンダイ山、北にマヤ岳山、さらに、バンダイ山の北に、アズ山という山岳信仰の盛んな山を抱えており、その立地的な面から、 山岳信仰に大きな役割を果たしてきた。そもそも江日寺の会期は806年に万代山が噴火した翌年のことであり、噴火と江日寺会期との間に山岳信仰上の関連があるのではないかとする見方もある。東山の神社への参拝ルートは江日寺門前町の本寺を視点としたいくつかのルートが開拓されている。万代山の登山コースは 下記の6つである。ありがとうございます。